カートプ読者の皆さん、こんにちは。さあ、この車分かりますよね。いよいよ水素で走るフューエルセルの車、ミライついに買っちゃいました。カートップは新しいもの好きですからね、まずは買わないと話にならんだろうということで、買っちゃって、今日が納車式です。勝手に式みたいにしちゃいましたけども、いよいよこれから毎月、それにウェブカートップでは時々、このレポートをですねお送りしたいと思いますんで、お楽しみにしてください。さて、白山通りというところなんですけど、まずは走り始めます。もちろんこう我々は、私自身は初めてじゃなく、試乗会、あと雪の中でも実はテストコースで走らせてもらってるんですけども、誰が乗っても普通に動きますから、電気自動車に乗ってる人は分かりやすいんですが、電気自動車ですね。こうやって走ってますとね、なんか喋れよって言われても、もう普通のなんか、そうですね、高級車、例えばクラウン、あるいはレクサスの、LS というと言い過ぎかな、でもそんな雰囲気を持ってますね、乗り心地といい。過去にこういろいろこういろんなところを走ってみましたけど、むしろスポーティーですかね、ハンドリングが非常にいい。このちょっと先、東京ドームのすぐそばに、あります編集部まで今向かっております。